次のリポートです。次はアスベストの被害についてです。かつて大量に使用されていたアスベスト、肺がんや中皮腫などの原因となるため、現在は使用が禁止されています。ただ病気の潜伏期間が数十年に及ぶため、今後も健康被害が発生することが予想されています。このアスベストによる健康被害、長崎でも数多く発生している実態を去年市民団体の調査で明らかになりました。被害が明らかになった経緯とその影響について取材しました。去年明らかになったアスベスト被害に関する資料です。資料は2005年から2006年に労災として認定された事例などおよそ3500人分のデータを記したものです。しかし被害が発生した事業所の名前などほとんどの項目が黒く塗りつぶされています。資料を手に入れたのはアスベスト被害者の支援に取り組む中皮腫・腎肺アスベストセンターです。運営委員の一人、片岡明彦さんです。これが福岡ね。福岡もいいんですよ。これ高知県ね。片岡さんは去年4月から全都道府県の労働局に情報公開請求し、これらの資料を手に入れました。ほとんどの項目が塗りつぶされた資料に唖然としたといいます。だから行政はもうとにかくその積極的にデータを出そうとは一つも思ってないというのには、まあ、つくづくほとほと愛想が尽きるというか。アスベスト被害が全国的に注目されたのは2005年、兵庫県尼崎市の久保田工場で大規模な被害が確認されたことがきっかけでした。高まる国民の不安を背景に、厚生労働省はアスベスト被害が発生した全国の事業所の公表に踏み切ります。こうした情報は過去にそこに勤務していた従業員や周辺の住民に注意を促し、被害救済の足がかりになったといいます。しかし厚生労働省は2005年度以降新たに判明した被害については事業所名を公開していません。緊急性がなくなったなどというのがその理由でした。片岡さんは被害の実態をつかもうと、入手したデータからわかる事業所の業種や地域をまとめていきました。その結果、造船業に多くの被害が集中していることが明らかになりました。被害件数は労働基準監督署別にまとめられ、特に長崎では63件と全国でも最も多い数字となりました。長崎の方に聞いてみると、いやこんなことは知らないし、まずその被害者当事者もこんなにたくさんの数造船業で認定されていること自体を知らないし、ということは当然その一番知っとるべき人は知らないわけですから、要するに社会的にも全く知られてないということ。長崎で認定された63件の被害がどこの事業所で発生したのか、国が公表しないため造船業という以外はその詳細は分かっていません。去年アスベストによる肺がんで夫を亡くした遺族です。事業所の公開はアスベスト被害に悩む当事者にとって貴重な情報だと訴えています。亡くなった夫は長崎の大手造船所で働いていました。仕事は船内の電気工事の専門工でした。これなんですよね。当時溶接などの作業の際には防火のためにアスベストが使用されていました。しかしその危険性は十分に知らされなかったといいます。
夫は肺がんになるまで健康に不安を訴えることもなく、特別な検診なども受けていませんでした。造船所の中でそういうところに働いていた人たちにもう少し早く知らせてもらっとれば、本人の考えも意識も違ってきたと思うし、会社も国ももっと真剣にこの病気にも関わっていただきたいと思いますね。事業所の公開を求める声は、被害者の治療に当たる医療の現場からも上がっています。長崎市の内科医、上尾真一さん。アスベスト被害に悩む造船関係者を数多く診察してきました。上尾さんが診察したある患者のケースです。この患者は、去年6月、激しい咳や痰、呼吸困難を訴え、上尾さんのもとを訪ねました。診察では、肺にアスベストの影響が疑われる網状の影が見つかり、その後の精密検査で被害が判明しました。この患者は長年複数の病院で診察を受けてきました。しかし症状とアスベストの関係は見逃されてきました。上尾さんは背景には医師と患者の情報不足があると見ています。アスベスト被害の出た事業所や業種を知っていればより早く診断や治療ができた可能性があるといいます。正確な情報公開があればですね、まず患者さん自身も自分のですね病気や症状に対してよりこう真剣に前向きに取り組むことができます。また診療にあたるね、我々の方もですね、医師の方もその正確な情報公開をもとにですね、より症状のみに限定しない、より背景までですね捉えた、そういったよりこう深い診療が可能になってですね、ひいては埋もれかねないアスベスト患者をより早くに発見して救済できると思います。そういった意味ではアスベストを扱った企業や事業所に関するですね正確な情報公開というのはぜひとも必要だと考えます。厚生労働省では VTR で紹介しました中皮腫腎肺アスベストセンターなどの申し入れを受けて、この春にはアスベスト被害が出ている事業所名などを公表したいとしています。県内にはかつてアスベストを大量に使っていた造船業が多く、従業員やその家族、そして周辺住民に向けできるだけ早い情報公開が望まれます。長崎ウォッチ2月号をお伝えしてまいりました。今回は諫早湾干拓事業に揺れる漁業者、そして県内のアスベスト被害についてお伝えしました。次回も長崎のさまざまな新たな取り組みを見つめていきます。では失礼いたします。